ステバン・ストヤノビッチはセルビアの元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。サッカーセルビア代表ディレクター。息子のマルコ・ストヤノビッチもサッカー選手である。ポジションはミッドフィールダー。ストヤノビッチはドラゴスラブシェクララツンのスカウトによって1979年にムラデルダルからレッドスターベオグラードの下部組織に加入し1982年にトップチームに昇格。 数シーズンを、アレクサンダル・ストヤノビッチやトミスラブ・イブコビッチ、ジバン・リコブちゃんの控えとして過ごした。公式戦デビューを果たすと、スタディオン・ツルベナズ・ズベズダで行われた、UEFA チャンピオンズカップ1986から87、準々決勝第一戦で、レアル・マドリードのエース、ウーゴ・サンチェスの PK を止め4から2の勝利に貢献し、レギュラーの座をつかんだ。 第2戦では0から2で敗れ敗退したものの、第1戦における活躍によって、サポーターから、アレクサンダルストヤノビッチになぞらえて、リカという愛称で呼ばれるようになった。ユーゴスラビアプルバリーガで優勝し、自身初タイトルを獲得した。UEFA カップ1987から88.2回戦で、対戦したクラブブルフヘとの、 1> 第1戦ではスタディオンツルベナズベズダで3から1と勝利したが、第2戦で0から4と敗れ敗退した。UEFA チャンピオンズカップ1988から89.2回戦で、ミランと対戦、第1戦を1から1と引き分けスタディオンツルベナズベズダで行われた第2戦も、1から0でリードしていたがノームにより65分で、試合が中止され無効となり、 翌日に行われた再試合では1から1と引き分けたが PK 戦の末にから4で敗れ敗退したユーゴスラビアプルバリーガとユーゴスラビアカップの2冠を達成したスタディオンツルベナズベズダで行われた UEFA カップ1989から90.3回戦第1戦ではケルンをクリーンシートに抑え2から0の勝利に貢献したが第2戦に向けた 練習中に腕を骨折し戦線を離脱。第2戦には、当時18歳のズボンコミロイエビッチが出場したが、0から3で敗れ敗退した。ストヤノビッチは1990年の夏に、フランスのオリンピックマルセイユに移籍したドラガン、ストイコビッチの後を継いで、キャプテンに就任し、ユーゴスラビアプルバリーが優勝を果たした。 さらに UEFA チャンピオンズカップ1990から91では、グラスホッパー、レンジャーズ、ディナモドレスデンを破り、準々決勝に進出、準決勝では、バイエルン・ミュンヘンと対戦し、第1戦で2から1と勝利、スタディオン・ツルベナ・ズベズダで行われた第2戦では、クラウス・ワウゲンターラーのフリーキックをトンネルし失点したが2から2で、 引き分けユーゴスラビア勢として1965から66シーズンのパルチザンベオグラード以来25年ぶりに止めとなる決勝進出を果たした。1991年5月29日にイタリアバーリのスタデオサンニコラで行われた UEFA チャンピオンズカップ1990から91決勝ではオリンピックマルセイユと対戦延長戦を含め120分を クリーンシートに抑え零から零で迎えた PK 戦でオリンピックマルセイユの一人目マニュエル・アモロスのキックを止め後から3で勝利しレッドスターベオグラード史上初の UEFA チャンピオンズカップ優勝を果たしキャプテンとしてビッグイヤーを掲げたストヤノビッチは1990から91シーズン終了後にベルギーのロイヤル・アントワープに移籍したためストヤノビッチ 移籍後のインターコンチネンタルカップには、ズボンコミロイエビッチが出場した。ロイヤルアントワープでは1991-92シーズンのベルギーカップで優勝し、それによって出場権を獲得した UEFA カップウィーナーズカップ1992から93でも決勝に進出したが、ウェンブリースタジアムで行われた決勝では、パルマに1-3で敗れ準優勝に終わった。 その後1997年にドイツのクロッペンブルクに1999年にギリシャのエスニコス・アステラスに加入したが両クラブで大きな負傷が続いたため2000年に現役を引退した。ストヤノビッチはユーゴスラビア A 代表に何度も招集されたがキャリアを通して出場することはなかった。 U-21 ユーゴスラビア代表では1988年、ソウルオリンピックのメンバーに選出され、グループ D 第一節のオーストラリア戦ではベンチだった。もののドラゴイエレコビッチの負傷によって、途中出場し、第二節のナイジェリア戦と、第三節のブラジル戦では先発フル出場を果たした。ストヤノビッチは引退後スタディオンツルベナズベズダの前で、カフェリカという喫茶店を経営している。 2005年にドラガン・ストイコビッチがレッドスター・ベオグラード会長に就任するとストヤノビッチは2007年までスポーツディレクターを務めた。2021年にドラガン・ストイコビッチがセルビア A 代表監督に就任するとストヤノビッチは A 代表ディレクターに就任した。ありがとうございます。